道人身事故ニュース速報です。2021年5月23日23時21分ごろ、天神大牟田線の紫駅から朝倉街道駅で人身事故が発生した模様です。天神大牟田線での人身事故は今年6件目です。現在、被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。